JNW をご視聴いただき、ありがとうございます。パーソナリティのケロリンです。日本の一般的な家屋と海外の家を比べた時の大きな違いは広さにつきます。日本にも大きくて立派な屋敷と広い庭のある昔ながらの日本家屋もありますが、特に都市部では人口が密集しているため、土地が恐ろしく高く、最小限のスペースでいかに効率よく生活するかを優先した住宅がほとんどです。それに比べ、一部の地価の高い都市を除いた欧米では、広いスペースを贅沢に使った家が多いのですが、ここに機能性という考え方を持ち込むと、一変してその広さは不便なものに見えてくるのです。特にキッチンのような場所は、広ければいいというものではありません。動線を考えると、振り返るだけで、ほとんどのものに手が届くというのは、作業効率を考えれば理にかなったものなのです。江戸時代、一般的な庶民は狭い長屋暮らしをしている人がほとんどでした。その狭い家をいかに清潔に効率よく使うかという工夫が隅々まで考えられており、無駄なものを持たず、最低限でありながらも豊かな文化を持った生活を営んでいました。経済成長を迎え、バブル期に入った頃の日本は物への執着もありましたが、近年になってミニマリズムという無駄を除き快適に暮らすという新しいライフスタイルが脚光を浴び始めました。これは江戸時代の製品な暮らしに近いように感じます。この物に縛られることなく心の豊かさを第一とした生活は日本だけではなく世界的にも見直されてきています。製品やミニマリズムという観点から見ると、日本ほどそれを追求してきた国はありません。Facebook で1億人もの登録者数を持つ料理メディアのテイスティが取り上げた、じゃあね、日本に引っ越します、という動画が外国人たちの間で注目を集めています。日本在住、外国人の自宅を紹介した動画で、日本の家の合理的な部分に焦点を当てており、主に家事の中心となるキッチンやトイレが紹介されています。キッチンはどちらからでも開けることができる冷蔵庫やビルトインのオーブン、焼き魚グリル、床下収納などコンパクトなスペースを機能的に使える工夫が凝らされたもの。また効率よくゴミの収集が行われるようにと分別ができるように分けられたゴミ箱やゴミ収集のスケジュールが示されたカレンダーを紹介しています。そして日本のトイレですが、これに関しては有名な話であり、説明の必要はないかもしれません。日本のトイレが世界で絶賛されていることは、特に海外へ行ったことのある方なら、身に染みてご存知のことでしょう。この動画が投稿されてから、たった数日で1000万回再生を突破するほど、世界中で大きな反響を呼んでいます。海外の反応。実際問題、バスタブとトイレだけを見ても、日本の居住環境は素晴らしいものがあると思う。私も日本で暮らしたい。家の機能が素晴らしいし、道路も綺麗だし、それに家のデザインも素敵でユニークだよね。アメリカの家は全部同じようなのばかりなんだもん。物事を便利にしようとする日本人の情熱は本当にすごい。個人的には床下収納に一番感銘を受けた。ハイテクトイレもあるし、日本人は恵まれすぎだよ。私たちは1952年に日本で暮らしていました。戦後間もなかった当時は、すべてのゴミを再利用していたの。空き缶をおもちゃにしたり、どんなものでも利用していた。今でも日本人が懸命にリサイクルに取り組んでいることをとても嬉しく思いました。日本に行くと、どんなものでも洗練されてしまうようだ。今日本にいる。これは新しくて高い家だよ。ほとんどのアパートにはこんな機能はついてない。日本人は未来に暮らしてるね。リサイクルの面でさえ。日本で7年間暮らしてたから、当時住んでた家を懐かしく思うよ。アメリカの家よりはるかに合理的なんだ。最近彼女のインスタとかをチェックしてるんだけど、自分では絶対に体験できそうにない、興味深い日本の文化が知れて超楽しい。日本の家の設備はクールだと思う。だけどゴミのスケジュール表はまるでパートタイムの仕事みたいで嫌だ。日本は家でさえ
究極の秩序があるみたいね。日本に敬意を。教育、文化、精神面、あらゆる面で驚異的だ。結婚したての時に日本で暮らしてたんだけど、私たちの生活もまさにこんな感じだった。トイレについてるボタンの意味がわからなくて、日本語がわかる友達を呼んだこともある。私たちの最初の家が日本の家で本当に良かった。新しい世界でいろいろなことを学べたからね。どうして日本ってこう全てが効率的なんだろうね。そしてそれは私があの国を愛してる理由でもある。床下収納が最高に気に入った。あれは絶対に便利だ。日本の家はトイレだけで他の国に勝っちゃうから。自分は今日本で暮らしてるからわかるけど、日本の家でもキッチンにこだわってるとか予算にもよる。とはいえ、実際に日本の家のキッチンは最高峰だけど。当然日本の家も全てがこんな感じではないはず。今後家を建てる時が来たら全部日本製にしようかな。しばしば世界最高の国と言われるだけはあるわね。日本の家ってすごいんだね。お金持ちの人は簡単に海外に移住できていいな。ちょっと待って、本当に日本人はあんな住環境を満喫してるの？私たちも1994年から96年まで日本で暮らしてたの。母国に帰ってから毎日日本を恋しく思ってる。日本の家は創造的で合理的だね。いつか世界中の家が同じようになればいいのに。あの床下収納は本気で全家庭に必須だと思う。我が家には画材がたくさんあるから入れておきたい。ビルトインのグリルとか超便利じゃん。っていうか日本の家って清潔感がすごくない？あと日本製のトイレはいつだって最高。ほとんどのコメントが日本の機能的な暮らしを羨望する声で占められており、文句のつけようがないようです。昔はよく日本の家はうさぎ小屋のようだと揶揄されていましたが、無駄を省き利便性に優れた日本の家を評価するコメントを見ていると、世界的にも価値観が変わってきたのだろうかと考えさせられました。それにしてもコメントには床下収納を絶賛する声が多くありましたが、あれは日本の狭い家をどうにか有効に活用するための収納方法だと思っていたのですが、広い収納スペースがあっても必要だと思うのだろうかと不思議に思いました。